はい、どうもフランクです。とりあえずね、ちょっと今冬耐えるんで夜の洗車をしてる感じです。もう真っ赤に何も見えない。久々の洗車だね、これ。で、なんかね、洗車機は結構古いから、下回りのね、洗車もね、何秒水が出るかとかって分かんないっていうね、エニオスだけど。ちゃんと持ってんのかな、300円なんだよ。あとなんかその、威力がしょぼい、下回りの。あ、ここにあるんだ、なんか。で、今ね、見えないと思ったけど、あそこにゲージがあって、多分それで下回りどのくらい洗車するかって、出たのかもしれない。絶対見えないですよ。で、まあ、ホイールの、ちょっと、なんていうのかな、洗車も入れたって、まあ、そんな高いのはできないからね。普通に、シャンプー洗車だけだと、ちょっとあれだから、ワックス洗車と、下回りと、まあ、ホイールぐらい入れてみて、なんていうのかな。で、1300円ぐらい、なんだよね。だいぶなんかバコバコ言ってるんだよ。大丈夫？まあ、とりあえずは洗車ということで、ここだと終わったら引き上げしていく感じです。で、今ちょっとね、見えないんだけど、まあちょっと2枚ほどね、ちょっと引き上げタオル借りてるんで、まあ、それでちょっと見ていこうかなという感じです。で、まぁ、あ、ちょっと今ね、警察がいるらしいから、大黒にね、行けないんだよね。大黒行こうと思って出てきたんだけど、久々に。まあ、久々ってわけでもないけど。自分の車で行くのはね、なんか久々だからっていうので、ちょっと、いい感じで来たんだけど、なんかね、今警察が結構多いのかわかんないけど、まあ、金曜日夜だから、今日はなんか珍しくっていうか、先週も集まったのかな。ここ最近閉鎖が多くて、珍しく今日は閉鎖してないっていうような感じなのかな。まあ、土曜日は確実に閉鎖するけど、まあ、金曜日は意外となんか緩いのかな、わかんないけどねって感じで、ちょっと行こうかなと思ってるんですけど、さあどうだろうねっていう。まあちょっともう洗車終わるんで、一回吹き上げのために一回動画を止めます。ここで喋らないよ、もう先動画撮ったから。とりあえずこの洗車が終わった後のやつ、そういうこと先撮ったもんだって。洗車してる最中に撮ったから、だからとりあえずこの洗車しましたよぐらいの感じでね。なんか汚いな、ここちゃんとできてない。夜のスタンドっていいんだよね。なんかそういうとこに行くとさ、なんか結構映りが良くなるんじゃない。なんか綺麗に見えるじゃん。それだけちょっと行きますか、そろそろ。ってことで、まあ、とりあえずね、無事にね、高速の方乗れました。高速乗ってから少し経ってんだけど、今ね、さっきのね、動画だとね、多分広告かなんか撮ったけど、広告とかだと明るさがね、暗くなっちゃうみたいだから、ちょっとあえてね、広告じゃないので、ね、撮った感じなんですよ。一応ね、ちゃんと閉鎖中、マジで辰巳パーキング閉鎖中なんだ。止めます。いや、なんかね、ちょっとね、電話かかってきたら一回切っちゃったね、動画。まあ今ね、
ね、ちょっとね、まだ開けちゃうとね、なんだろう、作品もすごいかもしれないね。
露出来ました。じゃあ一回止めますか。でもなんか微妙だね。なんかもうちょいさ早い時間に来ればさ楽しかったのかもしれないけども。上から着きました。あっちから。あっちからやる。ああ、まあそれでもあるけど。でももうガラガラだよね。なんかもうみんな帰っちゃったみたいな感じになってる。どっちも着きましょう。まあ配信の方で、あとは以上だな、もうこれでこっち灰皿だからね、もう本当常備してるからね灰皿、このカルピス灰皿だから俺のキャップあればさ、こぼれないじゃん、まあね、灰が、それがあるからね。でも缶コーヒーとかやるけど、というか汚いね、結構なんでこんなに汚いんだろうね。治安が悪いです。完璧。以上。もう終わり。あとはもう生配信しましょう。ちょっと残り時間は。